おはようございます。 Good morning Good morning エドラン。今日もちょっと訳あって、あのノーセットメイクすっぴんなのですが、ですね、おはようございます。ジネさん、ペライトありがとうございます。そう、もうほんまに昨日はちかっぱ祭があってですね、本当に楽しくて、ちょっと喉がね枯れておりますね。まあ明後日で、あ、やばい、これどうやってやるの。結構ほんまに急遽ほんまにステージ変更になって、時間も押しちゃって、もう結構みんなバタバタだったんですけど、カンさんドリンクありがとうございます。もうほんまに楽しかったですね。もうなんやろ、他のメンバーが結構ポジション変わった子が結構多くて、他のみんなも頑張ってくれたし、そう MC とかの立ち位置も変わったりしてね、結構大変だったんですけど、でも全然そんなことどうでもよくなっちゃうぐらいめちゃめちゃ楽しかったです。そう、雨でねやばかったんです。私たちは濡れたりとかそういう被害はなかったんですけど、ファンの皆さんがちょっとやばくて、風邪とかひいてないですかね。フェス飯は食べれてないんですけど美味しかったですか、フェス飯食べた方は。赤ブレカルビさん、ハートありがとうございます。これ服かわいいよね、かわいいんです。へー、昨日小夜町に指さされてテンション上がりました。マジありがとう。うん、確かにおったな最善にね。そう、最善に小よりのファンの方が結構いてくれて、 VIP 席っていうんかな、ありがとう、本当に嬉しかった。めちゃめちゃ元気出ました。ちゃんと後ろの方も見れてましたよ。なんかあのああいうとこってさ、段になってないやんか、だからなんか後ろの人見えてないと思ってると思うけど、フレンライトとかで結構見えてますんで、ありがとう。本当に楽しかったね、ちかっぱ祭。マジ喉やばいよね。そう、あきら先生がめちゃめちゃ頭でひねって考えてくださって、そうそうそう、まあすごいいい経験になりました。こんな臨機応変に、まあ、臨機応変に対応できた、完璧にできたかというとできないんですけど私もちょいちょい間違えたりして、なんか番号を600ピッチと900ピッチってのがあって、幅が違うんですね。0、1がこの幅だとしたら、0、1が900ピッチなんですよ、広いのが。最初なんか多分私900ピッチって取ってて、なんか距離遠いなみたいな、普段より。なんか難しかったですね、そこら辺が。初めて、一発本番だったんで、ステージになって。冷房つけました、暑くて。昨日の余韻がやばすぎて生きていけません。それは生きてくださいけど、私も結構余韻がすごいですね。めっちゃ楽しかったですね、本当に。あっという間すぎた。昨日熱出てもっていけんかった、ごめん。え、あのさ、おらんなと思った、大丈夫？ほんまに心配なんですけど、熱って、夏風邪とかじゃないんかな。あきら先生走り回ってた、え、そうなの。あー、ステージ見に行ってくれたんかも。プーシマル、プーシマルこっちおいで、プーシマルこっちおいで。これチーズカレー美味しかった。うわー、いいですね。チーズカレー食べたかったですね。どんなチーズかによるけど、いいですね、チーズカレー。こいちゃんは豚キムチ食べたかったな。そう、機材がね心配なんですけど、高いでしょ機材なんて。そんなんね、髪セットしていったけど、ゲリラ豪雨で休憩の出番の時もバサバサだった。嘘、そんな気にならへんかったで、ありがとう。ほんまに目立ってたわ、 T シャツが。みんなでおはよう皆さん。タレゾーさん、ハートありがとうございます。
おはよう皆さん。こらこらこら。服に穴開いてんでやって。こういうやつです。分かってると思うけど。かわいい。ちょっと揺らさないでー。ふちゃむーです。呪術廻戦みたいな頭の模様。タレゾウさん、ハート100個ありがとうございます。コール頑張りました。ありがとう。雷雨。フータライターが現れたんですかね。ね。家で寝てたはずなんですけどね。いつの間に来てたんでしょうか。テンナが配信来る言ってたで。マジ？テンチム。あ、テンちゃんと TikTok 撮りましたんで、また載せたいと思います。昨日撮りました、やっと。楽しみにしててください。ステージの大きさ変わると難しいわ。そう、やばかったです。番号が2番分減って、ちょっと2番分減ってやばかった。お洋服めちゃめちゃ可愛い。可愛いよねこれ、ワンピース可愛い。やっと着れました。ずっと着たくて、これこのお洋服いつ着ようと思って今日着ました。ちょっとやめてくれ。やばいやばいやばい、家映るから。わあ、手なきた。おはようございます。つぼみたちも振り変わってたね。あれが元々の振りなんです。劇場公演のがオリジナルで作ってもらったやつなので、あの昨日披露したつぼみたちが元々の本家さんの振り付けなんですよ。てんちゃんのハートすご。紫ピンク、これだの色ですね。下手で機材に当たってなかった、ハラハラした。私当たってないけどな、全然大丈夫ですよ。店内も立ち位置それで混乱して、したよな、やばかってんけど、最終ほぼ感覚みたいな。ああいうフェスはステージリハできない。そうグループさんがねいてはるから、やっぱり皆さん来てくれてる、ありがとう。店内のとこから来てくれてる方もいますね、ありがとう。そうピチピチなっちゃうの。そう狭くて、そう、もともとは8番まであるステージやったから、その明太子ステージがで小さくなって。ゆうすけさん、くまありがとうございます。くまちゃんね、楽しかったよね。公演とはまた違う楽しさ、みんなめちゃめちゃはっちゃけてた気がする。まあ瀬戸里もさ、笑顔の曲ばっかりやったからな。あ、でもユリイカはちょっと違う感じで歌いました。あれはニコニコ、あんまり私的には。明日の公演外れた。あ、マジ？あ、そうユリイカが私めちゃめちゃ嬉しかったのが、それこそテンナと新芽で歌えたんですよ。そうなんです、フロントで嬉しかったですね。昨日楽しすぎて格好一下げました。お、マジで？すごいよね。昨日の雨で寝せてたかも。大丈夫？皆さんほんまに気をつけてくださいね。私も喉痛いから多分クーラーつけっぱで寝たからな。かじみつさん、ハートありがとうございます。おはようございます皆さん。そう、尻尾がやばいよね、ごめんね。むちゃくちゃ楽しそうな子より見れてよかった、ありがとう。本当にありがとう。昨日メンバーが車乗るときにいつもと逆を見送り、面白かったね。私スタッフさんやと思って、お疲れ様でしたとか言っちゃってんけど、びっくりした。そう、ふーちゃん髪サラサラ、ありがとう。ちょっとはあかんやろ今はほんまに目立ってた、しんどお揃いでしたね。お揃いやったよね。ライブ中の記憶ない、嘘やんそんなに。それなんかどっか行ってたんじゃん、普通にシンプル肩の亀裂で前の店内みたいな感じになっちゃう。亀裂ってほんまにやばいし。フォローしました、ありがとう。おはようございます。過去一声出たよ、アドレナリン振りこぶして踊ってました、ありがとう、ありがとうございます。本当に楽しかったです。会場内は NMB ファンの方が前には いてくれて、多分次の出番のグループさんのファンの方のもいたんかなと思います。ライは、ライ知らん。
いないですね。風も知らんって言ってるんで。そうそう、風来が台風を、こよてん TikTok 楽しみにしてます。ありがとう。ちょてんちゃんあれ送っといてや、あのあれに TikTok にてんちゃんの携帯だと言ってもらいました。本当に頑張ってて偉い、ありがとうね。ほんまに台風召喚してすごいよ。ゆうさん、だるま、だるまありがとうございます。マンゴーかき氷も美味しかった。え、絶対美味しいやん。マンゴーってだけで絶対美味しいやん。ポジション難しい感じが瞬時伝わったから、コール盛り上げよう熱気がすごかったね。すごかったです、本当に皆さんの熱い熱がすごい。最前の方とかピョンピョン飛んでて楽しそうでした嬉しい、こっちまで楽しくなって、嬉しくなって。瀬戸里最高、最高やったよな、ほんまに。劇場も16人公演ならピチピチな。私経験したことないからさ、16人公演を。確かになんか今でもさ、結構10人公演の時点で動線とか結構ぐちゃぐちゃするのにさ、16人公演ってすごいよな、そう思えば。ユリーカエグかった、うん、ほんまに最高でした。ハットさん、ジュースありがとうございます。皆さんたくさんてんちゃんの配信から来てくれてますね。てんなが、え、朝やってたのか、ありがとう。まあ今も朝やけど17人で狭くなると大変そう。そやな、でもそのダンスの先生が気をつけて考えてくれて、そうそうそう、楽しかったですね。エンジン聞こえてから会場だいぶ温まってた。あ、確かにもうエンジンとかぶさるくらいのファンの方の声が聞こえたから。てんながそれなやって、ゆりいかかねえ、ゆりいかほんまに楽しかったです。ゆりいか最高やった、僕らのゆりいか派遣。そうそうそう、かわいい、ありがとう。あみたいに抱きつきすぎって思った。あれはそういう、あれ二人で決めたフリなんです。あそこフリーなんで。わしものどこあれ大丈夫か。ポジションいろいろ変わって面白かったみたい。まあせやな、その私はあんまり変わらない人だったんですけど、もう他のメンバーももうレーニアとかめちゃめちゃ変わってて、でもよくやり遂げてくれたなって思って、ほんまにすごいです。レイちゃん、めっちゃほんまにすごい。他のメンバーもね、テンナも言った。あ、そうだ、あれ何け、リュリーカ、お疲れ様です。 VIP はフードチケット次だったから買い食べて。あ、そうなんや、めっちゃええやん。ハプニングもあったけどいい思い出になってね。そうですね、本当にほんまにほんまに。あずまもしかしたら東さん、かわいいのやつありがとうございます。猫に言っても、昨日はフータがおらんかったのにね。あ、そうやっけ、フーがおらんかった。あ、そうそうそう、フーマジで行方不明やった。2階にいた、2階の角におりました。ちょっとやめて、めっちゃガン飛ばしてくるフーちゃんが。ね、フーちゃんちょっとどけてや、マジで映しちゃうよ。フーのフェイス映しちゃうよ。フー、てんちゃんほんまに来てる、ほんまに来てるよね。いろんな人に見てもらえる方がいいね。そうですね、はい、いつ出すやって。え、いつ出す、あのゴールデンタイムとかの方がええよ。そんなんやったら6時とか、今日の。あ、待って、無理ちゃう、今日の6時って何してんのこれ。え、なんでも、なんでもいいけど、ちょっと待って、後で決めて、後で LINE します。うわー、ケモクジャラだ、声でかいな、やばい、今のタイミングでこのコメント読んじゃったから、なんかめっちゃタイムリーな感じになっちゃった。ちょっとやめて、ポキモン。そうそうそう、エンジン聞こえて一気にボルテージ上がったよね。え、初めて聞いたんじゃないですか、9機のエンジン。なんて言ってたか分かりましたか。この夏の最高の思い出になった。ほんまにそれはそう、最高やったですね。靴ひもさん、可愛いのやつありがとうございます。9期の熱もすごかったよ、ありがとう。みんなで汗だくになって本当に楽しかった。あんな汗だくなることないから、公園より汗かいたんちゃうかってくらいみんなでベタベタ楽しかったです。
楽しかったですね。そう、野外ではなく中になったんですけど、急遽。めっちゃ楽しかった。また野外で絶対立ちたいですね、休憩で。ほんまに昨日はお疲れ様でした。ありがとう。野外フェスはいろいろあるからね、ほんまに。気温というか、まあでもなんていうの、直射日光は、え、ちょ、ふーちゃんやばいって、出演しすぎ今日。そんなね、抱っこしたらね、服に毛がつくんでね、ちょっと嫌なんですけどね。ちょ、ふーちゃんマジでどけてくれる。やばいわ今日は、ちょっと出演しすぎや今日は。厄介や、厄介や、ほんまに。あきら先生、会場でも圧倒的漏れてた。確かに、確かにね、すごいよね、一発でわかる。ふーたがゆきののぷきちゃん呼びの由来。そうそうそう、なんかふーたと古川ゆきの、なんやろな、ふーた古川みたいな、なんか似てたんか知らんけど、まあぷき、ぷきまる、ぷきまるって、どっちもぷきちゃんって呼んでます、こよちゃんは。ちょ、やめて、ふーちゃん、もうやばいって。なんか私のさ、定期のさ、パスケースをさ、噛んでくるんですよ、マジありえへん。ちょっと高かったからやめて。明太子ステージ、水浸しやったもんな。そのステージすら見れてなくて、雨で。そうやったんや、エンジンで、エンジン全開。あらあらあら。ねえ、ふーちゃん、てんちゃんは朝ショールームからルームスしてた。小百合のショールーム始まって終わったから。なるほど、ルームス配信これもしたいな、またしますんで。皆さん昨日のうちに入っといてくれましたか、昨日までに。小百合ちゃんの待ち受け欲しいですか、いらないですか。もっと小予定新芽増えてほしい気持ちね、それな。なんかそう、なめくじユニットとか、そうそう、なめくじハートで一緒やったんやけど、あれは新芽じゃなくて、ギリギリ、そう、ギリ新芽じゃないから、またね、だから世代交代前夜公演に1曲追加してほしいんですよね。りんなちゃん、クマありがとうございます。クマスケ、そう、レーニア以外もすごかったよ。北県かなんかの曲で天狗が変顔してたわ、ほんまにやばい。やばいじゃん。ファンの方にお疲れ様でしたって、帽子脱いで言ったんか。え、それな、こういう帽子取っててんけど。一緒や。そう、かまってちゃんですね、今日は。なんか甘えん坊の日ですね。そう、出たがりの日。そう、映りたがり。映りたがりやばい。ちょっとふーちゃん、こっちおいでや、そんな映りたいなら。こんな感じです、いつも。こんな感じで。ゴロゴロふーちゃんです。どっか行っちゃった。順番早まったおかげで、他のグループファンにも見てもらえたはず。あ、なるほど。確かに。ちょっとファンの方増やしたいですね。朝からテンション高くておもろい。嘘、ほんと？風太くんとライタくんはどっちがお兄ちゃんですか？全く同じ生年月日なんですよ。そう、全く同じなの。2019年3月21日。キムクジャラ、そうそう。エンジンは天な考えたの。そうですね、なんかいろいろ案があってまとめてくれたのが天なですね。そう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 。英語とか入れたいねみたいな感じで早直してたけど、もう昔のラインやから忘れちゃったな。そうそう、次は野外で弾けたいです。他グループのファンの人が前にいたんだけど、 NMB の公式ホームページチェックしてた。あ、そうなん、顔と名前一致させるためかな。いつもなら最後の曲ですからのごめんなさいが、あ、そうそう、煽り、そう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 、楽しかったですね、煽りって。私もやりたかったです、曲中の煽りかった。絶対うまいんですけど、私絶対うまいですよ、私煽り、ほんまに自分で言うけど。
厄介を言う、厄介呼ばわり猫ちゃん。終わった後休憩、太田で大勢ご飯行ったことも含めて、え、めっちゃいいや、楽しそう、楽しそうですね、そういうのは。そういうのいいですよね、そういうのが一番楽しい。ワンちゃん、ふうたくん可愛いから、そうそう、厄介、漢字やったら星になる。昨日はあきら先生を一番見た。マジでそんなに出現してました。ちょっとかまってちゃんですね、今日可愛い、撫でてあげやな。タクトさん、ハートありがとうございます。今日も好き、ありがとう。めちゃくちゃ欲しい。そう、待ち受けに。でもあんま待ち、どんな待ち受けなんていうか、写真どんなのやろ、知らないんですよね。普通ふーたは映るのもやだね。これ、いや、ふーは割と配信には遊びに来るんですけど、そんな自分から小屋んタイプ。今日はちょっと映りたがり。昨日焼きそば買ったら唐揚げ6個くらいおまけで。え、マジ、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。そんな待ち受けもらうの手続き必要なかったよね。うん、なかったと思う。え、待って、そんな、え、ちょっと待って、分からへんねんけど、こんなん言ってさ、欲しかったらやばない。でもなんか、その昨日の23時59までに登録したニックネームで書かれるとは知ってるんやけど、え、そんな手続き ないんじゃないの。普通に入会したらもう住所とか、え、でも住所とかどうやって言うんだそれ、どうだろう。唐揚げめっちゃいいや、あっという間にずぶ濡れね。え、なんかババ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 バみたいな感じやったもん。ほんまにありがとう、皆さんルームス入ってくれて。ケイタさん、ハートありがとう。アンコールに1曲追加してほしいね、ほんまに。それは思う。ティーチャーティーチャーとかやりたいだけやから、私が。ケイタさん、ハート100ありがとうございます。昨日は人混みでアキラさんと密着。マジで。ルームス入って待ち受け、どうやってゲットできるの。多分詳細がまた来ると思うんで、デジタル、デジタル待ち受けやな。なんか URL とか多分あると思いますので。どんな感じでした、先輩のファンの先輩方のルームスは。いまいちね、私もルームスの使い方がめちゃめちゃ難しくてね。ルームス結構難しいよね。なんか結構動画上げるのとかもいろいろ考える、考えやなあかん。靴ひもさん、レインボースターありがとうございます。それ新チーム始まるタイミングで曲増え、わかる、それ。なんかその機会にいろいろ変えてほしい。世代交代前夜公演、12人にしてユニット1曲追加、アンコール明け1曲追加で。ああ、なるほど。なるほどね。ごめん、画面に K ついたからフーってしちゃった。ファンの人さ、 K 画面の K なんか見えてないから、なんか変な人になったよ、私が。確かにね、曲追加してほしいですね。明日の公演のため今東京から大阪に来ました。小百合ちゃんのパフォーマンスが大好きです。ありがとうございます。嬉しい。そんなありがとう。東京からありがとう。かわいいふーちゃんね。おはようございます。ふーちゃんかわいいっしょ。そう、猫気まぐれなんです。はちみつさん、かわいいなつありがとうございます。ふーちゃんとライちゃんは同時に、そうそう、同時にお家に来ました。ね、若いよね、ふーらい。ちねさん、ペレットありがとうございます。ふーかわいい。ふーらいは兄弟じゃないんです。血つながってないんやけど、ほぼ兄弟みたいなもん。そうそう、今日はちょっとこよりん MC、 嘘やん、私 MC 結構苦手意識あるんですよね。そうそう、楽しみなことが。公園で煽ってからの不毛は草。そうそうそう、それはな、さすがに無理やな。あー、確かに前田玲子さんもすごい上手いですよね。上手で、お上手、煽りが。あ、隅の若菜さんもめちゃくちゃお上手じゃないですか。あと平山麻衣さんもめちゃめちゃお上手。あ、789ライブの時にめちゃめちゃ思いました。うわー、めっちゃいいって。私もいつかする機会があったら見習いたいと思います。靴ひもさん、
アイサジュースありがとうございます。おはようございます。あきら先生は客席からね、たくさん練り歩いてくれて。みつきちゃんレインボースターありがとうございます。ねえ、たくさん 見てくれてありがとう、嬉しい。あきら先生もすごい手伝、あの支えてくれましたね。明日の公演あったらいいんやけどな、ほんまに。わざわざ東京から来てくださってる方もいるから。え、ティーチャーティーチャー頼んます、雇用マッチョ権限で。え、マジでしたい。こよたんもさ、こよたんも欲しいよ、そういう曲が。自分の武器になる曲が欲しいよ。ティーチャーティーチャーええよね、絶対ええよね。でもアミタンのティーチャーティーチャーとか絶対かわいい。あやみはめちゃめちゃ似合うと思うよ、ティーチャーティーチャー。あやみ絶対似合うわ、ティーチャーティーチャー絶対似合う。小百合の美脚が生かされる。ちょっと今ね、傷結構多くてね、足にもう猫に引っかかれたりとかで結構今傷がやばくて、足の治ってからティーチャーティーチャー追加して。先輩は名前入り生写真でした。そうでしたね。え、どうなんやろ、待ち受けとか別に手続き必要やったんや。でもそのお知らせが来てないなら大丈夫なんちゃうかな。そうそう、音声ないとエラーになるんですよ、ルームスが。こよりんかわいい、ありがとう。こよりんのティーチャーティーチャーみたい、したいです、ティーチャーティーチャー。え、なんかその別に申し込みあったらさ、めちゃめちゃなんていうのな、その見逃したらめちゃめちゃショックやんな。みつきちゃんペンライトありがとうございます。そう、ちょっと鼻水も結構、でも大丈夫、全然大丈夫ですよ。こんなともさんさん、レインボースターありがとうございます。明日中止になりますように。え、それな、それな、明日マジでどうなるんやろ。今日はまだ大丈夫なんですか、今日の夜からって感じ。靴ひもさんハートありがとうございます。職場の台風対策ね、お家とかも雨戸閉めて。私今日愛知に帰るかな、今日はどうなん、今日はでも大丈夫ちゃうかな。17の世代交代投げたから行けますように。あ、17、でも台風の後って晴れるって言うやん、いい感じなんじゃ。明日天南が久々なのよね。え、確かにそれな、 4回目、4公演ぶりかな。これこれ、ふーちゃん肩も猫に破られた。そうですね、そうです。アミアヤはまだスチューデントやな。ティーチャーティーチャースチューデン、スチューデンだろ。大丈夫、早期、あ、早期手続きいらないって書いてたらしいです、ありがとうございます。早期特典の手続き、明日新幹線止まるっぽい。え、マジで？ほんまに？悲しいな。ねえ、皆さん公園行きたいですよね。SKE さんは、あ、そうなんや。もうあらかじめって感じ？中止になる。前回は締め切り2日前に気づいた。え、危なかったな。よかった、でもゲットできて。三重も直撃するかもだし気をつけて、ね。ありがとう。予定みたい、ティーチャーティーチャー絶対テンダも似合うよな、絶対似合う、あの衣装が絶対似合う、まずテンダ、あのちょっとシースルーの透け感のある黒と白の衣装。何で、あ、29分や、やばいやばい。猫のシルベスターとビアンカ、マジで誰、マジで誰のルームスと間違えてる、ほんまに誰、ほんまに誰だよ。あ、え、英語で言うってこと、フータとライタを、風神雷神を英語で言ったらそうなるってこと。昨日の帰り車だったけど、いや、やばかったよな、ほんまに音がおかしかったもん、雨の音じゃなかった。ちょっと皆さんごめん、あれ読むわ、あれ壇上ごめんね、ちょっと壇上読みます先に。すいません、バタバタで。
13位ケイタンと三重県民さんありがとうございます。12位靴ひもさんありがとうございます。11位ともさんさんありがとうございます。10位タクトあとニコさんありがとうございます。9位みつきありがとうございます。8位みそたこちゃんありがとうございます。7位リズちゃんありがとうございます。6位チーネありがとうございます。5位タレゾーさんありがとうございます。4位ネイナちゃんありがとうございます。3位あずま一心さんありがとうございます。2位ゆうすけさんありがとうございます。1位はちみつさんありがとうございます。ありがとう皆さん、ごめんごめん、明日がねあったらいいんだけど、そう私解禁なんです。今んとこもう裸足にはなれない、もう裸足てかとりあえず1曲追加してほしい。体力心配やけど、でも予兆やめなさいや、家移すのやめなさいや、とりあえず1曲追加してほしいです。ウィンドゴッドサンダーゴッド、あ結構そのままサンダーゴッドとかマジでそのままありがとう教えてくれて。そうでは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 ありがとうございました皆さん、楽しかったです。フェスの話とかもできてほんまにね。ではでは皆さんも今日は月曜日か、今日月曜やな、頑張ろうな今日も1週間コウタも頑張ります。今週は結構公演とかね、 YNN さんとか、今週じゃないか YNN さんは。じゃあまたまたありがとうございました。バイバイ皆さん、仕事頑張れ、バイバイ、またね。